はい、どうも、哲学とです。えー、普段ね、ソロでイモータルを、えー、プレイしている皆さんの、えー、まあ、強い味方であるね、パーティー検索機能なんですけど、えー、以前ね、えー、一度、えー、まあ、簡単な、簡単な解説動画を撮らせていただいたんですけど、まあ、結構ね、このパーティー検索機能の上手い使い方が、えわ、ー、からないっていう方とか、パーティー検索機能を使ってるんだけど、えー、なかなかパーティーが組めないっていうね、えー、お悩みを聞く、 機会が増えてきたのでちょっとね、今一度詳しく、えー、特に、えー、パーティー検索機能で人が集まらない時の条件なんかも含めて解説していこうかなと思います。まずですね、あのー、まず1点違いなんですけど、えー、このね今日、例えば今日のほころびのパーティー回したいなっていう時に、このね、入り口でやるパーティーを探すっていう機能は、ここをね、訪れた人が実際に出る機能なので、これはね、ちょっとね、注意が必要と。なので、 えーまあ、パーティーを探してやってもなかなか集まらないので、えー、パーティー検索をやるときは、このメニュー画面ですね。えー、右上のボタンを、えー、メニューをクリックしてもらって、パーティー検索ですね。こちらで探すと。でですね、集まらない理由の一つとして、えーまあ、すでに、えー、同じ投稿が成り立ってる。で例えば、えー、今、キクラスラビットを 回したいと自分が思ってたときに、キクラブスラビットでもうすでに二人いるパーティーが作られてるのに、新たにもう一個ね、自分が作っちゃったりすると、まあそっちよりも、えー、人数が多い方がまず先に埋まっていくと思うので、なのでね、すでに誰かパーティーを組んでないのかっていうのをこのパーティー検索で、えー、見てもらうと。で、あれば、えー、そこに参加してもらうっていうのがまず一点かなと思います。 で、えー、今ね、見ると、えー、アッシュウォールド墓地のやつはあるんですけど、これアッシュウォールド墓地って書いてあるんでね、今日のほころびが回したいパーティーじゃないんですよね。で、えー、このパーティー検索は、主に3つ、えー、使い道があると思っていて、1つが、えっ、ー、と、<laughs> ダンジョンの、えー、パーティーを作ると。だってダンジョンを入るためのパーティーを作るっていうのが1つと、もう1つは、えっ、ー、と、秘密の隠れ家ですね。 えー、投稿の内,内容の中にも秘密の隠れ家ってあるんですけど、これは、まあ、ランダムで一定時間ごとに、えー、フィールドに登場するダンジョンなんですけども、まあ、あの、宝石が確定でドロップしたりとか、えー、まあ、レジェンダリーのドロップ率もね、えー、結構高かったりするので、秘密の隠れ家が、えー、出現して、入り口が見つかったときは、えー、まあ、ここのね、えー、パーティー検索のところで、えー、秘密の隠れ家で立、えー、ててあげるといいかなと思います。 でですね、あのー、パーティーに参加する際とか、えー、部屋を建て、えー、する際に気をつけなきゃいけないのは、例えば自分は今ヘル3で回してるのに、え、ここ難易度表示ヘルになってるんですよね。なので、あのー、下手すとノーマルのパーティーとかも組まれてることがあるんで、あのー、基本的にそのパーティーが今、どの難易度のね、 忘れられしとうに、えー、挑戦しているのかっていうのも確認した方がいいかなと思います。なので、えーまあ、その難易度でその、えー、ダンジョンを回すパーティーがなければ、えー、新たに自分で作っていいっていう判断をしていいかなと思います。で、えー、投稿を作成するわけなんですけど、ここのところでね、いろいろ切り替えられるんで、あのフィールド狩りをしてるんだったら、えー、とフィールド狩りのね、えー、フィールドでやってもいいし、 あとまあ、そうね。あの、怪物にまつわる書物とかでもできるんで、例えば、アッシュワールド墓地でフィールド狩りをしたいんだったら、アッシュワールド墓地を選んであげればいいし、今日のほころび回したいんだったら、今日のほころびを、えー、選んであげると。でですね、えー、次に大事なのが、ここのメッセージを挿入のとこですね。ここに、えっ、ー、と、例えば、集、え、会、ー、規模とか、えー 集会希望ですとかっていうね、メッセージ書けるんでえ、これは書いた方がいいかなと思います。あのー、なんていうのかな。ここに書いたメッセージがワールド、えー、ワールドチャットの方にも流れますので、あのー、なんていうのかな。無言で書いてるよりはここにちゃんと書いた方がいいと思います。で、えー、左下の方に自動申請承認っていうボタンがあって、チェックをね、入れることができるんですけど、えー、これはね、どういう機能かっていうと、 えー、まあ、ある人が、この、えー、今日のほころびの募集を見たときに、えー、まあ、それに入りたいなと思って申請ボタンを押したときに、えー、まあ、勝手に、まあ、申請ボタンを押したと同時に、えっ、ー、と、パーティーに入れるっていう機能なので、あのー、まあ、特に誰でも入っていいよっていうときは、この自動申請承認の方をオンにして作成ボタンを、えー、押してあげるといいかなと思います。 で、私なんかは結構その配信をやりながらやってるので、 えーまあ、ちょっとね、あのいかがわしい名前のユーザー名の方とかがちょっと入ってきちゃうとまずいので、自動申請承認を切ったりとかもしてるんですけど、まあね、ここも、例えばすごくあの火力が不足してる人に入られたら困るなっていう時は、えー、申請をいちいち確認してから、えー、なんていうのかな、パーティーに入れるかどうかを決めるっていう方法もありだとは思うんですけど、まあ、あの誰でも入っていいよっていうときは、基本的にこの、えー、チェックをオンにしとくと。 で、えー、この状態で、えー、作成を押すとね、えー、母兵がかかっちゃうんで、えっと、まあ、そうですね。じゃあ作ってみましょうかね。この状態で作成しちゃえば、えー、作れるので、まあ、基本で、ね、これ作っちゃっていいんですけど、えー、ちょっと待ってね。こうすると、えー、自動申請可能になっていると、こうやってね、メンバーがいつでも入れる状態になってますので、何、えー、て言うのかな、ね。入ったらもうすぐ出れるという感じですね。 なので、まあ、ちょっと今、えー、解説動画なので、あんまり入っちゃうとまずいんで、一回切りましょうかね。えっ、ー、と、パーティー計算か。で、パーティーを離脱する。 これで今、母兵が消えてる状態なんですけど、あのー、基本的にはですね、ここのワールドチャットの方に集会、えー、希望ですとかって出てくるんで、まあ、あの、入りたい人はそれを見て入ってきますので、基本的にコメントは入れた方がいいかなと思います。で、あのー、やっぱりですね、これ、しばらく経つといろんな母兵が経っちゃうんで、あのー、埋もれちゃいがちなので、もしね、えー、どうしても、えー、あと一人だ一人でメンバーが揃うなんていう時は、えー、例えばこう、 えー、ゾーンのメッセージで、えっ、ー、と、今日、今日のおろび、えー、減る 3?3 残り1ですとか、1ですとかね。あのー、実際打っちゃうとこれ流れちゃうんで、 ないですけど、えー、そんな感じで、えー、メッセージ流してあげるとねあの何、ー、て言うのかな結局集会。えー このパーティーに入るかどうかをみんなが、えー、決定する要因って、まあ、あのー、アクティブに探してる人はここのパーティー検索のボタンを押してね、えー、今どこに空きがあるかなとかっていうのを、えー、見てくれてるんですけど、そういう人ばっかりじゃなくて、なんか次やることあったらいいなと思うんだけど、うろうろしてるっていう人も結構いるので、あのー、パーティーの集まりが悪いっていう人は、 ワールドチャットとかね、まあ、ゾーンチャットとか、あとまあクラウンドチャットとかね、そういうところに今、今、えー、今日のほころびヘルさんやってるんで、誰か来てくださいみたいな感じのメッセージを書くと、えー、集まりやすいかなと思います。なのでね、えー、母兵の書け方は、あのー、こちらの方でね、えー、パーティー検索の方で自分で部屋を作った、す、え、で、ー、にある部屋に入るという方法と、まあ、自分で投稿を作成すると。 で、作成するときはメッセージを入れた方が集まりやすいし、えー、まあ、ていうかな。自動でパーティーに追加したい場合は自動申請承認のチェックを入れる。えー、まあ、どんな人が入ってくるのか確認してから、えー、手動でね、追加したいときは、えー、ここのチェックを外すっていうことを覚えておいてもらえるといいかなと思います。でですね、あのー、まあ、私なりに思ってる、えっ、ー、と、こう、パーティーが、母併をかけてるのにパーティーが集まらない理由っていうのは、 主に三つあると思っていて、えー、一つが、えー、その、えー、パーティーに需要があるかどうかっていうことなんですよね。で、需要を左右してる大きな理由っていうのは、ここのね、えー、アクティビティのところの、た、あのー、バフがかかっている時があるんですよね。今この、今日のほころび見てもらうと、 あの、上矢印がついてるところがあると思うんですけど、これはですね、今週このダンジョンではレジェンダリーとセット装備、難易度を減る位置のドロップ率が上昇しますっていうのがついてるんですよね。なので、このバフがついてるえダンジョンっていうのは比較的部屋を建てた時に入りやすいんですけど、こういうバフがついてないところだと、えー、人気がないとかっていう、えー、上下がありますので、まあちょっと、かそってるときはこういった理由が関係してる。あとですね、 やっぱり時間帯が合ってないっていうことですね。私、まあ比較的早朝にプレイすることが多いので、配信やるとき以外はまあ結構4時とかね、そういう時間入ってるんですけど、4時とかはかなり過疎率が高い時間なんで、あの、4時、5時とかですね、はなかなか人が集まんなかったりする。あと、えっ、ー、と、まあ多くのプレイヤーが参加するイベントですね。 例えば戦場がやってる時だったりとか、あと一番過疎率が高いのは、あの6時から8時のえシャドウの集結ですね、まあ。シャドウの集結っていうのは、シャドウのメンバー同士が、この、えー、なんていうのかな、祝福っていうのを与え合って、まあ、そこで経験値とか報酬とかをもらえるイベントなんですけど、あれをやってる時期は、まあ、シャドウに参加している人はそっちにやっぱり行っちゃってるので、まあ、その時間に部屋建てるとね、集まりにくいっていうのがありますので、まあ、そういった時間帯もちょっと考える必要があるかなと。 思います。で、三つ目、ここは努力でなんとかなる部分なんですけど、えー、さっきの周知不足っていうところですね。例えば、部屋を建てるときに、えー、コメントを入れてれば、まあ、そのコメントを見てね、見てくれ、あの、来てくれる人もいるし、あるいは、ちょっと集まりが悪い。えー、でも、あと一人だから、できれば、パーティー回しちゃいたいっていう時には、ちょっとワールドチャットとかね。まあ、ワールドチャットと邪魔になるんだったら、自分のね、フレンドさん、 相手のゾーンとかで流してあげることで、えー、まあ、結構ね、えー、パーティー組むことができるかなと思いますので、まあ、なんていうのかな、えー、まあ結構過疎ってんじゃねえかとかそういうことやっぱり心配される方もいらっしゃるんですけど、まあ、結構今お伝えしたようなこと、えー、まあ、需要が本当にあるのか、あと、時間帯があってんのかどうか。 そして周知は十分かっていうところを気にするだけで、えー、まあ、かなり高い確率でパーティーを組むことができると思いますので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。えー、まあ、イモータル、えー、なかなか楽しいゲームですので、えー、みんなで楽しく、えー、遊んでいけたらいいかなと思ってます。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。